今年の12月24日に愛知県ドルフィンズアリーナでジャパングランプリ2023を開催します。今年は女子の選手が8ペア集合して一発トーナメントで行いますので、皆さんぜひご来場お待ちしております。詳細は概要欄にあるホームページをご覧ください。皆さんのご来場お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。カムジャマスです。カムジャのコンちゃんです。後輩のケチャです。なじめしんちゃんです。今日は時にやってきました。ありがとうございます。あ、久しぶりじゃないですか。久しぶりですね。この感じが、ね、涼しくなってきました。今日はですね、パキッと見せてください。何ですか。 D-Force U Special Edition 話題の、そしてジオブレイク 50V、 ヨネックスのジオブレイク 50V そしてアグロスピード V05 ということで、今回柔らかいラケット3機種、はい、持ってきてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれちょっとどんなラケットかもうざっくり説明してもらっていいですか。このラケットは D-Force の V50 っていう、一番柔らかいモデルのラケットを上岡プロがそこからさらに開発をいろいろして、監修をして作った、簡単に言えばオールラウンドラケットです、うん、そしてこれはですね、ジオブレイクの前衛用の一番柔らかいやつ。これよく中学生使ってるやつね。これめちゃめちゃ見ますね。これめっちゃ見る。ヨネックスのラケットの中で一番柔らかいやつだよね。そうです。このラケットはエミゾーの一番柔らかいラケットのラケットですね。はい。V05 ね。V05。もう今回ね、ミゾーとヨネックスのそれぞれ柔らかいラケットを持ってきてもらったので、はい、この打感がどういうふうに違うのかみたいなものを比較していきたいと思います。はい。まあ、4人いるんでね、こうストロークとかボレーとかスマッシュとかいろいろやりながら、このそれぞれの打感の違いみたいなものをね、忖度なしでやっていきましょう。忖度なしで、もちろん、はい、感じた通りに、はい、どっちがいい悪いじゃなくて、それぞれがどう感じたかみたいなものをね、紹介していきたいと思います。はい。さあ、今回はミズノとヨネックスの柔らかいラケットの比較をやっていきましょう。はい、レッツゴー。レッツゴー。飛んでるね。次がアクロスピード、ね、アクロスピード、はい、出します。あー、なるほど、はい、音も全然、まあ、ガッタが違うけどね。そうすね、いい感じだ。ヨネックス、ヨネックス、ボルトレイジ、あ、もうすでにジョブレイク、はいはい、なるほど。はい、ラケット3本打ってみましたが、はい、それぞれちょっとどう違うかをコンちゃんなりに解説してもらっていいですか。はい、この D-Force U Special Edition なんですけど、やっぱ柔らかいっていうこともあってちょっとしなるかなって思ったんですけど、しなりってよりもなんかストリングとかの食いつきなのかな、なんかちょっと球を持ってるイメージの方が強かったです。なので球を持ってくれてる分、最後ドライブでしっかり落ちるっていう印象でした。はい。で、その後に打ったアクロスピード、こっちはどっちかというと反発系。そうだね、音がなんかパーンって感じだな、パーンっていう形で、ちょっとしなってくれてました。でもなので食いつくっていうよりもなんかトランポリンってイメージですね。あ、なるほどね。パーンっていう、なんか分かりやすいね。しっかり球を食いついた後パーンって弾くっていうイメージだったので、僕はちょっとアウトが多かったです。確かに、はい、あ、確かに見てないじゃんで、最後打ったジオブレイクなんですけど、これ、まあ、多分ストリングのこともあると思うんですけど、ちょっと硬い印象がありました。へえ、そうなんだ。はい、多分これは前衛用だからっていうのもあると思うんですけど、ただ、はいはい、その打った後の抜け感っていうのがあんまりなくて、なんかちょっと面が安定してるというか、なんだろうな、はい、なんかどこに当たってもガシャってないイメージ、はいはいはい、そんな感じがしました僕は。ただまだ3球しか打ってないんで、ね、正確なことは分かんないですけど、その打った時の感想はそんな感じです。柔らかい順、どれ順番で言うと、柔らかい順で言うと、コンちゃんが打った感じでストロークで柔らかいと感じた順は、一番柔らかいと感じたのが D-Force の U Special Edition、はい、そして2番目が、2番目がジオブレイクの 50V、はいはいはい、で最後は、アクロスピードの V05 っていう順番で柔らかくなって、で一番硬いのがこっち、一番柔らかいのがスペシャルっていう感じでした。ありがとうございます。はい、はい、まず D-Force U Special Edition からいきます。僕はローボレーでラケット決めたいので、はい、はい、お願いします。
なるほど。あ、やった。はい。はい。ジョブレイク。違い分かるね、絶対これは。うん。ジョブレイク。はいはいはい、はい、正面からでも分かるね、球の飛びが。次はアクロスピード、アクロスピード V05。 はい、オッケー。音が全然違う、はい、まあね、ガットの違いはあると思うんですが、それぞれどんな感じでしたか、印象は。なんかこのミズンの2つはローボレーした時にグーッて、なんか持ってかれるじゃないけど、結構こうグーッてしなってくれるイメージがあって、このジオブレイク05はなんか、なんだろうな、この横の2本のシャフトが強いのかな、すごくボールを、なんつうのかな、こうラケットが負けない、グイッて負けない、ガッてこう押し返してる感じがあって。ケイちゃん的には硬さの順で言うと、どれが一番柔らかいですか。柔らかいな、柔らかい順で言うと、基本的にこれが柔らかい。あ、それが柔らかい。で、2番目は、あ、これとこれが同じぐらいに感じましたね。同じぐらいなんだ。ともあるんですけど、はいはいはい、同じぐらいで、これだけちょっと特殊かな、一番柔らかいって感じで、これとこれ同じぐらいっていう印象でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ僕スマッシュやっていきたいと思います。お願いします。はい、いいぞ。はい、どうでしたか、3球打ち比べてみて、はい、3球じゃない、3つのラケット打ち比べてみて、1本目ディフォースのディフィシャルエディション、はい、やっぱり公園ラケットの人は強くて、僕めっちゃ硬かったっす。あ、でも全ラケットだけどね、 50V なんで。でもなんか公園の要素が入ってるからね、ちょっとそうだ、僕のその公園ラケットの独特の感じがちょっと感じる？硬いなって感じちゃいました。へえ、やった。それはね、はい、僕は感じなかったんで、それはいい意見だわ。ありがとうございます。続いて2本目ですね。ユネックスのジョブレイク 50V。はい、これシンプルにね、どこ当たっても気持ちいい。スイートスポット広い感じするよね。うん、もうやっぱ打った時食いつきも良くて、素直に打ちやすかったですね、これは。へえ、はい。そして3本目の、アクロちゃん。アクロちゃん V05。これね、打った打球の伸びがエグいっす。柔らかさで言うとどうでしたか。じゃあどれが、柔らかさはやっぱ一番はね、柔らかい順で言うとどんな感じでしたか。ジオブレイク 50V ちゃんかな、あが1番、うん、で2番は、2番はアクロスピード V05、はい、で一番硬いのがユースペシャルエディション。へえ、その順番なんだ ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、僕はボレーでラケットを決めるので、ボレーをやっていきたいと思います。お願いします。はいはい、そういう感じね。はい、そうです。久しぶりのヨネックスのゲット。おお全然違う。お、全然違います。はい、おお、はい、わかりました。ありがとうございます。マサ、はい、さん、やってみてどれが一番打ちやすかったですか。いや、正直こんなに違うと思わなかった、思わなかったんですけど、この D フォースの U スペシャルはかなり掴む。ボレーに対してパーンと弾きに行くんじゃなくて、しっかり持って弾けるっていう感じ でこのヨネックスのジオブレイクについてはもう乗るね、乗る、なんかもう弾くんじゃなくて乗る、乗って掴むっていう感じがすごいありました。でもうこのアクロスピードで言うと弾くだね。柔らかいんだけども、この2つと比べるともう弾きの要素の方が強くて、
掴むというよりかは弾くの要素が、ね、強いという感じでした。なので僕が使った感じ、柔らかい順で言うと、ジオブレイクの 50V で U スペシャルでアクロスピードっていう、ね、順番だったかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、これはすごいいい動画になったんじゃないですか。小中学生にぜひ参考にしてほしい。本当だね。なかなかこうヨネックスとミゾのラケット比較するって機会ないんですけども、まあ、今回たまたまね、ケイちゃんが持ってきてくれたということで、ジョブレイク 50V とミゾの柔らかいラケットを比較してみたんですけれども、実際どうでしたか。どんな感じでしたか。みんな人によって、僕はストロークがやりやすいかどうかで決めるよとか、うんうん、ローボレーやりやすいかどうかで決めるよ、うん、スマッシュで決めるよとかあるんで、ちょっと友達に借りて、うん、でちょっと打たしてもらって、で結局自分が打った感覚がそれぞれ違うじゃないですか、うんうん、なんかそれでなんか高いもんだし、ちゃんと選んで決めた方がいいかなって思いました、うん、大事ですね、間違いない、うん、やっぱね、それぞれの技術によっても捉え方、その硬い柔らかいの感じも違うし、なんでみんなこうそれぞれね感じ方が違うので、これからねラケット選びをする人は、ラケット、柔らかいラケットの中でもどんな、これもね全部柔らかいラケットに分類されるんですけど、それぞれやっぱね、これが、僕はこれが一番硬いと感じたし、人によってはねこれが一番硬いと感じた人もやっぱいるので、それぞれやっぱ比較してみるっていうところがね大事なんじゃないかなというふうに思います。はい、やっぱよく言われるのが、ヨネックスとミゾどっちがいいのって質問が多いんですけど、めっちゃ聞かれる、めちゃくちゃ多いよ、ね、めちゃくちゃ聞かれる。やっぱり最終的には自分の好みそうなんだと思うんで、はい、お互いね会社いいとこめちゃくちゃあるんで、そう打ってみて、あ、俺こっちだわっていう方をぜひ購入してもらいたい、うん、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ボレーよいしょ、どこに